はい、どうも、はじめきゅうしょうです。はい、タイトルつけていきます。ああ、さっきのね。ああ、切っちゃった。ゴミ箱が映ってるよ。なんだろう。もうこいつ、画面の中と同じ。ゆらゆらさせてくれないかで、伝説の始まり雑談にしとくか。すごい盛るね、うん、伝説の始まり雑談、何が始まってんのか分かんないけどね。なんだっけ、ガチャ、ガチャガチャさあ和菓子やつのモノマネ、キャパスロックしやがった。うざ、マジで。ガチャガチャさわがしいやつのモノマネ雑談。どうしようかな、机もうちょっと上にしようかな。うざいな、これ。よし。よいしょ。上になったらなんか変わるかな。あー、うぜえ、なんだ。いて、爪が。鉄にやられた。鉄じゃねえよ、鉄。椅子がちっちゃいんだよな。まあいいかな、これでも。2時間35分、言ってたんだ俺こんなこと。すごい自然体で行きすぎて俺が何してるか分かんなかった。 TikTok のあのモノマネするわ。面白いな、 TikTok のあのモノマネ。なんだっけな、 TikTok、 これちょっと TikTok の語呂が分かんないんだよな。 TikTok、 TikTok、 あー TikTok の 1,2,3、 ここ開けんだ。 T で、まあ、2個くらい。あ、普通に TikTok ってタイトルになっちゃった。すごい壮大すぎるな。TikTok の、そこまでじゃなくて。ああ、エンターまた押しちゃった。これ今のでね、いろいろやっちゃうとめんどくさい。の。しねえ。ああ、お前はいつでも俺はやれる。射程範囲にいるんだ。それを分かった上で、の。TikTok、あの、モノマネ、モンマネ、モンマネでいいや。モンマンエ雑談っていうね、もう原型なくなりましたね。あのモンマン、これはこれで面白いな。アクシデントを笑いにしていこう。これなんだっけ。ダツ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 。シュズミン、今この時期に、今この時期にやったら不謹慎。な何か、今この時期にやったら不謹慎がりを受けてしまう動画。いいね、みんな見てくれるでしょ。なんか足組んだらいけないらしいけどね。久しぶりにあれかぶるか。
ラファエル14セーフ。カプサイ。しっかりとなんか匂いが戻ってきてる。ラファエルってなっちゃうんだよね。ラファエル14セーフ。はいどうも皆さんこんにちは。ラファエル14セーフです。うわ、すごく怒りますよ。カツ。皆さん僕のこと覚えてますか？雑談。覚えてますか？雑談ってもう適当につけるわ。超絶不愉快、口トーク、不快なものもあげていこうとね。みんな見てる？すごいな、ブリッコの真似が遅れすぎてんな。あ、すごいな、出来物ができてんのすげえ見てんな。見えてんな、汚ケツ割れたかなと思って。それギャグで言ってんじゃなくて、普通にケツのおでき言われたかなと思って。いや、ケツ割れたかなで言っときゃ面白かったのに、みんな笑ってくれてたのに。普通にそういう病気持ってるからさ、そういう病気の時はちょっと真面目になっちゃってさ。まあこれで喋れますか。この辺で喋らない雑談で喋らない雑談、もう雑談の概念に挑戦する雑談だよね。ででバイベー、ちょっと熱い、聞かせて、何が楽しい雑談という雑談の概念に挑戦、雑談概念に挑戦、1、2、雑談って、もう雑談には変わりないから全然挑戦できてない気がするけど、あんこあ、これ俺好きなやつだ、自分で。いや、すごい微笑ましくない？こんな、あ、これ俺の好きなやつだっていうの。 TikTok のTikTok のブスがメイクで美人すごい辛辣になる時の手の動きと思っての動きのモノマネ、これ長くします、わざと。 TikTok のブスがメイクで美人になる時の手の動きのモノマネと思って安心してたら悪魔の力によって暗黒に引きずり込まれてしまう動画。いいね、タイトルむちゃくちゃ長いけど。 TikTok のブスがメイクで美人になる時の手の動きのモノマネかと思って安心してたら悪魔の力によって暗黒に引きずり込まれてしまう時のモノマネってやろうかな、しまう時のモノマネっていうね、時のモノマネ
もうモノマネの概念に挑戦中ですから僕は。この2分23秒なんだろう。あの中に臭い動画の後の動画です。中二病中二ってないのかな。中二病、中二臭い、中二病、中二病、プンプンの後雑談。ため息ついちゃった。撮れてたっけな、動画撮れてた。ハーモニカクソガキ、ガキが書くの方になって、ハーモニカクソガキの声なき声雑談。いいね、意味が分かんないのがいいよ。あの東京ディズニーリゾートっていうかランドなのかな、今あの時の、これはとちょっと今エンター押しちゃった。それに東京、違う、タブタブでディズニーランドのレクトリカルパレードの東京ディズニーランドにて、にての方がなんかその細かすぎて伝わらない。東京ディズニーランドにてエレクトリカルパレードの始まる前の、始まる前の、電子声モノマネ。電子声モノマネって、もうモノマネってなんだって、もう、モノマネってなんだっていいんだよっていう、そのね、なんかロックの精神みたいなあのモノマネを作っていくっていう。あのエレクトリカルパレード始まる電子音声のモノマネ改訂版。そんな似てねえし今思ったら。コピーね、保存。そんな似てないっていう悲しい事実ね。カッコ、久しぶりにカッコ使うな。改訂版、改訂されてんのか分かんないけどね。改訂版ってなんか変な商標登録されてないよね。ちょっと意味わかんない。ああ離れない、タバコが離れない人のモノマネでした。でしたから始まる、はじま清志郎の動画。タバコが謎の力によって口から離せない人のモノマネから始まる雑談。時々ため息つけるよね。精神年齢幼稚園生以下の僕が考えた水たまりボンドのあのオープニングの替え歌、オープニングテーマの替え歌。
精神年齢幼稚園生、生ってなんだろう、幼稚園生以下の僕が考えた、水たまりボンドなんだけど、水たりボンドになっちゃうんだよね、普通に読んだら。水たまりなんだ、そうやって読むのか。水たまりボンドの、オープオープのね、このオープテーマの、歌、精神年齢幼稚園生以下の僕が考えた水溜りボンドのオープテーマの替え歌、まあ、これを6時に動画投稿しようかなっていうね。6時くらいに5時、精神年齢が幼稚園生の僕が替え歌をするバンプオブチキン天体観測、精神年齢幼稚園生以下の僕が考えた、本当に俺が考えたのか分かんないけどね、それ言っちゃおしまいだけど、天体観測の、怒られそうだな、の変えた、何を変えたんだお前は、歴史を変えたんだよ。はい、シェイシェイ、ちょっとよく分かんないですね。ちょっと感謝から始まる雑談だな、これは。謝から始まる。ここは羽島京志郎の雑談って、ここで羽島京志郎が入る。今までは誰だったんだって話になっちゃいますけど。はい。こんな感じかな。撮り終えました。タイトル付け終えました。すごい暗いでしょ。まあ、それでもいいでしょ。ダークサイドに落ちてみたいな感じで、こんな感じでやるのはもうね、照明やっぱ。重要だね。だから俺のいつもこっちで撮ってるんですよ。あのね、いつもの背景はこっちなんですよ。真逆で撮ってるんですよね。これからはね、こっちで作業ができる。中古椅子もあったんで。ね。こんな感じでこれからやっていこうかな。タイトルつけるときはこっちかな。それか、普通に喋りたいとき、腰痛いなってときはね。まあ普通にこれの方がちょっといいかな。足は冷えるけど。ということで、あざした。